はい、大阪大学哲学部の橋本です。もう9月もですね、上旬というかですね、もう9月になってだいぶ経ってしまったんですけれども、今日週末ということで、ちょっと実はちょっと今日も朝からちょっと現場行ってきまして、内容的にはちょっとゴミ置き場のことについて、ちょっと近隣の方との話し合いにちょっと行ってたんですけれども、最近やっぱりいろいろとですね、ゴミ置き場のこともそうですし、やっぱマンションの防犯面とかの件でですね、やっぱりちょっといろいろとお話ご相談をいただくことがあるんですけれども、今日その辺のことも含めてちょっとお話の方をさせていただこうと思ってまして、最近ちょっと私よくお話しさせていただいているのは、その防犯面の話させていただいているのが、防犯カメラの件ですね。で、実は前から私もこういった管理の業務をやらせていただいてて、防犯面の件にいろいろと最近グッズとかもあって、そういった防犯カメラのご提案というのを実際させていただいたこともあったんですけれども、やっぱりちょっと防犯カメラというのはやっぱここ最近というかですね、年々やっぱちょっと進化してまして、実は私が新卒の時でもやっぱこういった防犯カメラのご提案をさせていただいたことがあった時がありまして、で昔はどっちかといったらですね、犯人を見つけるとかですね、その人を特定するというよりもどっちかといったら抑止力というんですかね、要はその防犯カメラがあることによってその行為自体を、未然に防止するというような感じのですね、役割の方が、やっぱ強くてですね、一番最初私その防犯カメラの提案させていただいた時が、実は私が住んでる管理物件で住まわせていただいた時があって、その時に毎日ですね、エレベーターにちょっといたずらする人がいたんですね。で、その一応毎日実はその人がいたずらする人がいて、その掃除をですね、出勤する前にあってですね、もうちょっと冬場とかものすごく寒くてですね、ちょっと余談になるんですけれども、毎日毎日掃除してる、これはちょっとやっぱりもうなんとか止めたいなと思って、いろいろとビラとか貼りながらとかやったんですけど、なかなか効果なかったんで、ちょっと大田さんの方にお話しさせたいで、防犯のことも含めてちょっとカメラつけてみませんかってことで、カメラのをつけさせていただいたんですけども、カメラをつけた瞬間にピタッと止まったんですね。で、その時にやっぱりカメラの抑止力ってすごいなっていうような形でちょっと思ってはいたんですね。ただ、実際、ことがあった時にちょっと昔のカメラっていうのは、昔の VHS なんですかね、このビデオカセットのやつで本体で録画するというものが多いんですけれども、やっぱりそれっていうのはですね、昔だったらこう自動的にこう録画してまた戻ってみたいな感じでやってましてですね、本体自体がやっぱり壊れやすいというのと、なんていうんですかね、その犯人をじゃあ見つけるということで、いざ録画のやつを見直そうとしたときにですね、こういちいち巻き戻しをですね、ずっと何時間もかけてですね、見てやるということで、正直その犯人を見つけるか人を特定するとかという意味での防犯カメラとしての、能力的なものが実は昔というのは少し弱かったんですね。ですので、どっちかというとそういったどうせつけるんだったらもうダミーカメラでもいいかなとか、そういうようなことでやってたんですけども、やっぱり皆さんね、やっぱりそういう悪いことをする人ってそういうダミーカメラであったりとか、そういうカメラの状況ってよく分かってるんで、昔だったらそういった部分でこうなかなかね、閉じまった抑止ができなかったりとかっていうのもあるんですけども、ただここ最近のカメラっていうのはかなりやっぱり性能の方がやっぱ上がってきてまして、やっぱりそのどっちかというと抑止というよりも、今はその犯人を特定するという形のところまでですね、画素数が上がってるんで、やっぱりそういった防犯上のこととか、私も管理している中でいたずらとかをですね、犯人を見つけて抑止するという部分では大きな役割を担うようになってきたのかなと。で、実際私の方でも前ブログとか、セミナーでもちょっとお話したこともあるんですけども、実際防犯カメラで映ってたところでですね、ゴミの不法投棄されたちょっと案件があって、実はわざわざ車でゴミを持ってきて捨ててきた人がいるんですけれども、その車の方のナンバーでですね、その要は捨てた方の誰かというのが、当然後で警察にちょっと通報させていただいて、その辺のご相談をさせていただいた上で犯人が見つかったんですけれども、実際その車の方のナンバーでですね、犯人を特定して、でその要は、やった人を見つけたというようなことが多かったりとかですねそういったこと、今デジタルになってきてますので、いちいち昔みたいにテープを巻き戻したりとかというんじゃなくて、何月何日のっていう形で数字を打ち込めばですね、今もうすぐに動画とかも見れるような形になってますし、当然ちょっと今わざわざ現地に昔でしたら行かないと見れなかったものが、やっぱり今デジタル関係でインターネットとかで通じて見れますので、現地に行かなくてもパソコン上でですね、そういった
動画の方の内容を見たりとかですね、そういった意味で、まあ、昔に比べて犯人を特定するとか物を特定するということの能力がかなり大きくなってきたので、まあ、そういった抑止力的な部分とですね、犯人を特定するという部分が、まあ、大きくなったんじゃないかなと思います。ですので、まあ、私どもの方の、まあ、防犯上でですね、まあ、私はよくこういったカメラの警備とかっていうのをご提案させたことが多いかなと。最近やっぱりあともう一つですね、これ私どもの管理面だけではなくちょっと余談になっちゃうんですけども、実は警察の方からの問い合わせがものすごく最近多いんですね。警察の方が今やっぱりそういった防犯カメラの方のそういった、犯人を特定する能力というのはやっぱ高いのが分かられてるんで、犯人が逃走したところにビデオカメラがある物件とかのところに連絡をされて、要はその動画の方を見せていただけないんですかという問い合わせがものすごく実は多いです。ですので結構ですね、私もまあ、ダミーカメラであっても大事にそういうこともあるんですけども、警察の方からご連絡があって、実はその動画の方をちょっと犯人の、特定をしたいので、ちょっと見せていただけませんかとかっていう話をいただくことがここ最近やから多くなってきます。まあ、そういった意味でですね、管理する上でこの防犯カメラっていうのはかなり役割的なもので大きくなってくるのかなというのもありますので、まあ、費用の方もね、性能が上がっているのと、まあ、比例して高くなったらまずいんですけど、まあ、企業の方も結構今少しずつリーズナブルになってきたりとか、まあ、どうしてものピンから切りまでにはなるんですけれども、まあ、そういった部分でですね、最近導入しやすくなってきているところもありますので、まあ、その辺の、まあ、防犯的なことも含めてですね、お客様の逆につけることによって安心してお客様に住んでいただくこととかということも当然できますし、そういった治安的なことを守るところもできますので、まあ、そういったお客さんの方をですね、安心して住んでいただけるような形の提案ができるようにですね、これからもちょっと引き続きちょっと頑張っていきたいなと思っております。また